大仏開国、中京編は、1934年制作、公開、江田義郎監督による、日本映画である。2018年に、リメイク版が公開された。監督である江田義郎が、東亜キネマから独立し、昭和9年に制作された作品である。大仏が動き出し、名古屋を巡り歩くという題材を大規模な、 トリック撮影で描いた映画作品で日本映画では初めて着ぐるみとミニチュアで巨大なキャラクターを表現した作品とされる。内容については幼稚、日本映画の移植編など評価が低いが映像技術については一定の評価がされている。また映画の舞台となった名古屋市では映画館が満席になるなど好評だった。フィルムは繊細で消失したため、 現存していない。ただし、戦後間もない頃には、断片的ながら、フィルムが現存していたとされる。愛知県上野村の樹楽園大仏が開眼し、名古屋市内を巡り歩く。犬山城の川で一水した大仏は、雅見が神社を参詣した後、再び名古屋市内に戻り、名古屋公会堂、名古屋市議会、松坂屋、格尾山、鶴舞公園、名古屋市公会堂などをぐり、 三河の地流八橋や城福寺の大仏と対面する。大仏は地獄を巡った後、雲に乗り、東京に向かう。資料によっては、枝田義郎を指揮として、監督を、勝見陽太郎としたものや、勝見と村越正二郎の共同監督とするものもある。大仏開国ザグレート、ブッダーライバルは、横川博人監督による2018年に公開された特設映画である。 枝政正義郎の1934年に発表された映画大仏開国中京編を原作としている。枝田の孫である仏原和義の承認のもと企画が立ち上がった。作中の大仏はラブクラフト系モンスターの造形で知られる米山圭介が新たにデザインしている。制作費300万円のうち148万1000円は クラウドファンディングで調達している。海外上映版以降の出演、2020年版以降の出演、横川博人がゴジラ好きな友人から大仏開国、中京編の存在を聞かされたことが制作のきっかけだったという。2016年に枝田聖義郎の孫である仏、原和義と連絡を取り、企画が始動した。キャストには宝田明やホタル、 雪次郎など、横川が影響を受けた、特撮映画に出演している俳優を起用している。オファーのうち8割は断られたが、宝田さんが出演されるならという理由で出演を決めたキャストもいたという。制作費の一部は、クラウドファンディングで調達しており、ヤフーニュースで記事が掲載された際に、アメリカ合衆国のプロデューサーのエイブリー・ケイラが記事を英訳して紹介したため海外でも、 本作の存在が知られるようになり、それがきっかけで出演が決まった、海外俳優もいるという、大仏海国ザグレートブッターライバルに関するカテゴリー、ありがとうございます。